はい、それではシューマン交響曲第3番第5楽章4回目の解説を始めていきたいと思います。今日はですね、255小節目から残り全部までの解説となります。はい、ここからですね、コーダに相当する場面に入っていきます。で、ここからのテンポなんですけれども、まあ、指揮者によってここで急に遅くなったり、まあ、あるいはほとんど遅くせずそのままの、まあ、ほぼインテンポの状態で進む指揮者もいますので、まあ、そのテンポの指定は、まあ、臨機応変に対応していただけたらと思います。はい、でベースが入ってくるのは256小節目ですね。はい、でその後の、後半の2分音符からその次の小節の、またがるタイなんですけども、この S の伸ばし、ここはもう当然ここは開運をしてください。ここはもう当然開運となります。でその後の、260小節目からにかけてのこの、A のこの伸ばしも、ここも当然ここの開運をしてください。はい、そしてその後はですね、263小節目、ここはもうそのまま、アップ入りで、そのまま弓順となります。はい、でそして267小節目のアフターからのこのボーイングなんですけれども、まあ、ここもさまざまな形が考えられるんですけども、まあ、まず一つ目は最初アフタクトをアップ入りで、弓順となります。もう一つはですね、今度は逆弓、最初今度は、アフタクトを、ダウンから入りまして、このような形でダウン、アップアップ、ダウンダウン、アップアップという形の、方法が考えられます。はい、で270小節目はそのままダウンアップで弓順となります。はい、そして、まあ271小節目から、まあ、ゆっくりにするテンポをゆっくりする指揮者はもうこの271小節目から、まあ、ほぼインテンポ、まあ最初の、テンポに戻る、パターンが多くなります。はい、で、その後ですね、272小節目からですね、もうここはもう、普通にアフタクトのリズムになりますので、8分音符アップで2分音符ダウンという形で入っていただければ問題ないと思います。はい、でその後もですね、279小節目の形もそのまま弓順ですね。はい、でほとんど、あとはもう、問題ないポジションになっていきます。で283小節目のアフタクトからもそのままアップだから弓順となりますね。はい、そしてそのずっと進みまして287小節目ですね、ここはですね、A をダウンですね。ここの次の小節の F はここはアップアップというふうにします。その次も292小節目、ここもアップアップというふうに入っていただきたいと思います。はい、そしてその後も294小節目はアップアップというふうになります。はい、でその次の295小節目、ここの伸ばしは、この途中で開運をします。開運してアップになったその後はまた、アップになりまして、なります。はい、そして、299小節目からですね、先ほど最初のテンポにも、一回り早くなりまして、もう、畳みかけるような感じで終わる、部分になりますので、そうかなり早いテンポになります。はい、でその後も、まあ、基本はもうスポーツさんとか書いてあるこのベー S の形は、ダウンとなります。はい、でその後ですね、303小節目の形はですね、まあ、ここも、まあ、2パターンのボーイングが考えられるんですけれども、弓順かもしくはダウンダウンアップアップ、このような2つのパターンが考えられると思います。はい、そしてその後も、まあほとんど音は変わりますけれども同じ形が続いていきます。で先ほどの308小節目からのこの3小節間の形も同じ形のフレーズになりますので、弓順かもしくはダウンダウンアップアップのこの2つのパターンをうまく活用できたらと思います。はい、で311小節目からここのこの4小節間はかなりリズムの取り方が難しいんですけれども、まあ指揮者をしっかり指揮者のテンポをしっかり見ていれば、まあ、ほぼ問題ないとは思います。でこれをメトロノームなしでそのままメトロノームテンポなしで練習するのは非常に難しいので、もう基本は必ず、まあ、リズムが分からなくなったら、まあ、メトロノームを使ってもうこの正確なテンポでやってるかっていうのはしっかり確認していただきたいと思います。もしくは普段の練習で、まあ、指揮者 のテンポをしっかり掴んでいただければ問題ないですね。はい、
で、そしてここの弓順なんですけれども、最初ダウンで、あとはそのまま、弓順でずっと進みますと、最後がアップアップとなります。それが314小節目の、ここだけアップアップになります。で、もう一度弾きますと、最後だけアップアップというふうにします。はい、あとの、それ以降の8分音符の刻みはもうそのまま、弓順で、弾ける配となります、はい、でそして319小節目のこの形のものなんですけれども、まあ、ここも、まあ、ダウンアップ、ダウンアップ、まあ、という、まあ、弓順と方法かもしくは、まあ、ここはかなりあの音量がありますので、あの今2回目にやった形はあんまりちょっとおすすめはしませんので、まあ、ここはもうあの普通に弓順であのやっていただきたいと思います。はい。そして、323小節目、もう最後になりますけれども、そこの最後のこの S の、打ち込みの音は全てダウンとなります。はい。で、最後の2小節目の B、そして最後の S も全てダウンで弾いていただきたいと思います。はい。第5楽章はここまでとなります。はい。ここまで、全て解説しましたけれども、いかがでしたでしょうか。まあ、特に、この、まあ、最初の方で説明したんですけれども、まあ、ここはの S ドアということで、まあ、非常にあの得意としない、あの弦楽器の得意としない調で書かれていますので、まあ、かなりあの左手のにあのかなりあの力がありますので、まあ、なるべくあの指のトレーニングをしっかりしていただきたいと思います。はい、まだ全面ご覧になっていない方は、また再生リストの方から順番にご覧いただきたいと思います。はい、シューマン交響曲第3番の解説をこれで終了いたします。どうもありがとうございました。チャンネル登録お願いします。